間ご挨拶させていただきます、会場にお集まりの皆様こんにちは。私たちは埼玉県は飯能市よりやってまいりましたよさこい飯能ラブと申します。この度の1月5日に発災いたしました能登半島地震から本日で5ヶ月が経ちます。私たちも飯能市で、震災復興のチャリティーイベントを2月に開催させていただきました。いつもいつも思うのはこの、被災地の復興というのは1年2年の単位ではかなわないものだなとつくづくと思います。今後も今日もこうしてマイカさんが、被災地のためにこういうチャリティーの場を設けてくださったこと心より感謝申し上げます。ありがとうございます。私たち真心を込めて、この演舞、被災地に届けという思いで演舞させていただきます。どうか会場にお集まりの皆様の真心は、義援金に託して、お届けいただければと思います。それでは踊り子参りましょう。飯能ラブ笑えや笑え。この楽曲は長く続きました。コロナ禍に心が塞がった時に作った私の詩に曲をつけていただきました。どうか皆様目と耳と心でこの楽曲受け止めていただけたらと思います。
ンドラブでございました。ありがとうございました。ハンドラブの皆様、素晴らしいパフォーマンスをありがとうございました。